そうらしいな。だがなぜだ、満足できない。I'm certain I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. Yeah.
俺たちのクロス衣装震えてるんだよね。あんた持ってるんだろ。カオスを倒す、それが俺の使命だ。俺も。ああ俺も同じだ。俺はジャック。ジェード、アッシュ。なんだ、また傷が増えたな。俺の分類ではかすり傷だ。唾をつけておけば治る。俺たちはいつになったらカオスと戦えるんだ。魔物退治はもううんざりだ。名のある魔物は大体倒したよな。よし、改めてコーネリア王に要求しよう。お前たち、何とかしろよ。うん。うん。この世は暗黒に包まれている。風は闇、海は淀み、大地は腐ってゆく。しかし、人々は一つの予言を信じ、それを待っていた。この世、暗黒に染まりし時、4人の光の戦士現れん。お前たちの実力は認めよう。名のある魔物討伐の遠征を3度も成功させたのだからな。だが問題は人数だ。この世暗黒に染まりし時、4人の光の戦士現れん。そして持っているクリスタルの色、輝きも違う。確かに。でも大臣、重要なのは予言通りの戦士が現れることでしょうか。現実にカオスを倒すことではないのですか。私たちには閣下がそこまで慎重になる理由が分かりません。クロス衣装の戦士たちよ、一つ教えてほしい。なぜそれほどまでに危険に挑もうとするのだ。何がお前たちを突き動かしている。ここに思いがあるんだ。カオスを倒したい。倒さねばならぬ。希望や夢ではない。飢えや渇きと似た感覚だと思ってくれ。ほう、苦しくてしょうがない。いいだろう。大臣、神殿の鍵を用意しなさい。は
ジャック、アッシュ、ジェド。君たちにコーネリアの未来を託そう。頼むぞ。ジャック様、アッシュ様、ジェド様、どうかこのコーネリアの民を救ってください。皆さんにクリスタルの祝福がありますように。荒々しいお顔だこと、戦場では必要なのでしょうね。でも娘たちの前ではにこやかにしてくださいな。なんだ？確かセーラ姫だったか。人気だな。混沌の荒野に咲く一輪の花って感じ。ジャック、愛想よくしてくれ。損はない。傷が増えましたね。すぐ治りますよ。ジャックはいい薬を持ってますからね。それはいいですね。あ、そうだ、そんないいお薬なら城の兵たちにも分けていただけますか。からかいましたね。我々に何かご用ですか。はい、いよいよカオス討伐に向かうと聞いて、お願いするなら今しかないと思ったのです。おお、二つあります。欲張りですね。カオス討伐に向かったまま戻らないお方を探してほしいんです。名はガーランド様とおっしゃいます。姫、私たちには人探しをする時間はありません。もちろんです。ただ気に留めていただいて、何かの折に。ガーランド氏の特徴は？いつも立派な鎧姿で、顔には恐ろしげな仮面をつけています。でも声はとても優しくて、とても大きなお方です。いつ旅立ったのですか？はい、それは10年前のような、昨日のような。誰も信じてくださいません。父も大臣もガーランドという騎士はいないとおっしゃいます。セーラ様、わかりました。ガーランドのことは心に留めておきましょう。ありがとうございます。ジャック様、皆さん、もう一つ、どうか無事にお戻りください。皆さんにクリスタルの祝福がありますように。今、水晶が共鳴した。ああ、確かに。面倒は避けたい、忘れよう。さて、出発は明朝。宿で休むぞ。お、ジャックの旦那、すっかり噂だぜ。明日、神殿に行くんだってな。だったらうちに泊まっていくだろう。ああ。ささ、どうぞどうぞ。戦士の旅立ちはすぐに噂になる。お前たちの失敗は王の評判を落とす。心に留めてくれ。カオス神殿は町を出て北西の方角だ。
クリスタルの祝福を。
Thank you.
ますよ。待たせたな。なんならここまで迎えに来やがれ。見学がてら行こうか。張り切って行こう。頼りにしてるぞ。ジェド、頼めるか？もちろんだ。あんたに頼られると力が出てきた。早く戦おう。ジャック、下に魔物がいる。うまくしておくか。闇が吹き出す穴だ。闇と一緒に魔物が吹き出した。まさに闇の噴出口だな。面白くなってきたな。みんなは大丈夫？さすがだな、ジャック。
これで新しい道が開けた。キューブがある。休憩できそうだ。炎を食うと膨らむのか。ハッシュ、当てにしてもいいか。もちろんだ。敵だ。ジャックがいれば負けないさ。炎に近づくな。体力を無駄に消耗する。別の道探す。出てきたか。サクッと行こう。下がったみたいだな。なんかヤバくなってきた。落ち着いて対処するしかないな。邪魔だ。もちろんだ。
剣。やるぞ、ついてこい。よっしゃ。ポーション足りる？残りの体力気にしておけよ。こっちの方が安全だ。急に柱が。さて、何が入っているかな。ポーションの残りは大丈夫か。油断せずに行こう。ジャック、また噴出口が張り付いてる。見通しが良くなった。まだ先は長い。
健康だ。これで行く。見つけたよ。調べておこう。お宝発見。
の炎邪魔だな。水で消したいね。健康だ。これで行く。さてと。外ろ。当てにしてもいいか。あんたに頼られると力が湧いてくるよ。健康だ。これで行く。敵だ。叩き潰すぞ。弱点を見つけた。かなり広い部屋だね。魔物も多そうだ。気をつけよう。ただの噴出口だな。やっちゃおう、ジャック。
いい装備なんじゃない？もらっておこう。歓迎だな。ジャック、戦おう。開けてみよう。これで行く。健康だ。さてと。健康だ。ここに繋がっていたんだな。これってさ、やるか。蹴散らしてやるさ。ひるんでる。いけるよ。ジェド、頼めるか。もちろんだ。
出迎えだな。ジャックがいれば負けないさ。うっとうしいな。あの大きな塔にカオスがいるのかな。まだ先は長そうだ。ああ、集中力を切らすなよ。敵だ。叩き潰すぞ。これで行く。出てきた敵を倒せばウイスコも弱っていく。気が出たぞ。穴を壊してしまおう。ウイスコはあと2つ。手当てしておけ。ここを渡れば一番大きな塔へ行けそうだな。あそこにキューブが見えたぞ。調べておくか。勝ったし、いいんじゃない？何かあるな。まだ。ジャック！ジャック！
大歓迎だな。叩き潰す。次行くぞ。邪魔だ。相手もやるね。落ち着いて対処するしかないな。出てきたか。蹴散らしてやるさ。集中しろ。尻になれ。苦難があるからこそ強くなる。闇が濃いな。間違いない。この先にいる。あそこにキューブが見えたぞ。一息つけそう。ジャック、開けてみよう。私はカオスとなる者。お前たちは何者だ。俺たちはカオスを倒しに来た。予言の光の戦士かもよ。おお。いつも立派な鎧姿で、顔には恐ろしげな仮面をつけています。ガーランド？違う。私はカオスとなるものだ。次、来るぞ。まだ終わらんぞ。大丈夫なの？ジャック、体勢下がってるっぽい。
めきってやるさ。体勢を下げられたか。いいぞ。どういうことだ。これで面白くなってきたな。落ち着け。燃え尽きろ。気をつけろ。これまでとは違うぞ。力が湧いてくるよ。哀れだぞ。どっかで見たことない。ジャックと似てないか。かもな。だが俺の方が上だ。ああもう俺の剣が厄介だな。ジャック、どうにかできない？もろめ。気にしておけよ。ジャック、ってやるさ。顔を見てやろう。待て。俺の水晶が震えている。ああ、共鳴だ。俺のもウォンウォン震えてる。
私はネオン。カオスにはなれなかったのか。順を追って説明してくれるかな。私は仲間たちとカオス大使の旅に出た。旅は困難を極め、仲間は一人また一人と減る。そんな中、私は真相に気がついた。カオスという人物、あるいは魔物は存在しない。それはある種の幻想に過ぎない。闇や魔物、そして何より人々の心を蝕む終末思想、それらは全てカオスという怪物の仕業。そう信じ込むことで、コーネリアの人々はカオスを倒せば世界は救われるという希望を生み出したんだ。だから私は闇に身を委ね、カオスになって倒されることを望んだ。人々が幻想から覚めることができるように。くだらん。カオスへの思いはまだここにある。つまりカオスはどこかにいる。俺は続けるぞ。私も行くから。この世暗黒に染まりし時、4人の光の戦士現れん。この4人で決まりだ。カオスはいないなどというやつの居場所はない。それならカオスに合わせて謝るし、あんたの言うこと何でも聞くから。面白い。一度城へ戻ろう。パトロンには嫌われないようにしないと。